口さん、ほら、あそこ元気オープンね、ポスターが貼ってます。ポスター貼ってもらってます。結構街中ね、このポスター貼ってあるとこが多いみたいですね。そうなんですよ。ちなみにここは、ここはですね、渡辺まんじゅうさんです。はい、はい、ね、中にも、はい、入れてみたいと思います。こんにちは。こんにちは。あの、今おわそ元気ウォークのですね、はい、あの番組を撮ってるとこなんですが、はい、あの結構ポスターも毎年貼ってくださってるそうですね。そうですね、はい、なんか、はい、やっぱ貼ってある方が賑わいがあってですね、はい、いいかなと思ってですね、はい、あのコースにもねなってますし、やっぱり例年、ね、はい、多くの方がこの前通ります。そうですね、はい、やっぱりちょっと賑やかな感じになって、とてもいいですね、お祭りみたいな感じで、はい。また今年はね、特に地震があった後なの で、ね、多くの人に来てもらうと嬉しいですよね、うん、そうですね、うん、もう私もちょっと参加しようかなと思うぐらいそのぐらい思ってる感じ、はい、あのじゃあこのお店の一押しをちょっと教えていただいていいですか。そうですね、全部どれもおすすめですね、はい、まあ、お芋が好きな方でしたらこちらのいきなり団子とかですね、うん、はい、で、あの近くに福の神大黒天というあのお地蔵さんをお参りされる方はよくこちらの福の神まんじゅうを買っていかれますね、はい、カメラの向こうの皆さんに向かって、はい、あの PR をよろしいですか。はい、元気ウォーク参加される皆さんはですね、まあ、楽しんで、参加されていただきたいと思いますので、もしうちのお前通る、通ることがございましたら、もしよろしかったら立ち寄られてください、はい、よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。休憩して、はい、ね、私たち今こう足湯に、温泉街の足湯にいるんですが、なんとこれね、飲める温泉。そうなんです、そっちにちょっと書いてあったんで、ね、ここでもね、乾杯してみましょうか。再びよっ、乾杯。乾杯あ、意外と飲みやすい。うん、なんか鉄分が多いような味、うん、そうですね、うん、うんうん、菊さん、ここの一の巻温泉街は、まあ、地震の後、ね、休業されてた、はい、ホテルもありましたね。ありました、はい、今はそうですね、結構だいぶ回復して、うん、はい、営業再開してるとこもほとんど多くなってきてますね、うん、はい、本当いいお湯ですね。そうですね、初めですけど、そう、あのウォーキング中にちょっと疲れを癒すのにぴったりです、うん、結構あのこの温泉ね、昔から有名なんですね。そうなんですよ、あの結構夏目漱石とか、はい、あの与謝野晶子とかも結構この内の巻温泉街に泊まったっていう、結構歴史のある温泉街なんですよ。文豪も愛したこの温泉に、はい、ウォークラリー2日ありますし、はい、あの土日なので金曜日からね、いらっしゃる人とかは、ね、参りして、うん、泊まって歩いてまた泊まって、うん、ゆっくり歩いてご飯食べたりして、うん、でやってみてほしいなと思います、ね、皆さんどうぞ内の巻温泉も入りに来てくださいね。高梨で4代続くソース屋を営んでいます木村豆腐店です。うちでは冷たい水と冷たいアイスクリームで歩いてる人を楽しませているので、ぜひ楽しんで歩いてください。待ってます。いただきます。豆乳ソフト。